寒いな。おはようございます。朝8時半なのに暗いですね。表はこんな感じ。寒い。さてと、朝ごはんを食べるんですけれども、バナナでプロテインジュースを作るんだけど、だいたい半分半分に、一応このバナナビオなのでちょっと皮も少し入れます。豆乳入れて、お水も入れて、豆乳ヨーグルトもあるのでこれもちょっと入れて、プロテインですね、とシャンブルプロテイン、朝の葉っぱの、プロテインです。シャンブルプロテインとマカが混ざった粉末をだいたい小さじで2杯ぐらい、そんでこれをミキサーにかけていきます。でこれを飲むんだけど、美味しいんだけど冷たいので、ちょっと朝飲むのがだんだん、これを冷たくない方法で摂取する方法を考えたので、ちょっと見てみてください。バナナ、これビオバナナを半分くらいかな。でこれビオバナナなので、ちょっとこの皮も少し入れちゃいます。豆乳を 100cc ばかり入れて、朝の葉のプロテインを入れます。マカとシャンプルのプロテインをここに1杯、大さじ1杯ぐらいかな、入れます。これをミキサーにかけます。粉 T55 だから薄力粉かな、 T55 を 250g、 これドライイーストが小さじ1杯、砂糖小さじ1杯、ドライイーストが大好きなお砂糖さんを近くに置いてください。で今日は豆乳ヨーグルトを大さじ1杯ぐらい入れます。さっき作ったバナナと豆乳のプロテインジュースを、よいしょ、ですね、これをドドドッと入れます。お湯だいたい 50cc ぐらいあるので、中をこれで洗うと塗る前になるはずです。ので塗る前になったところを、このお砂糖とイーストのところにドドドッとで混ぜます。特にここを混ぜてあげて、練ってちょっとしっとりさせるためにココナッツオイルを大さじ1杯ぐらい入れときます。ちょっと冬場なのでコ
ココナッツオイルが固まっちゃってるので溶けるまで混ぜ混ぜします。今日は久しぶりに天気が良くて太陽が出てるからこのまま発酵させます。なかなか天気にならないからね。ココナッツオイルも溶けて5分ぐらい練ったのでパン生地を中央に集めてこのまま一時発酵させます。ここに濡れ布巾をかけて2倍の大きさに膨らむまで待ちます。今はだいたい1時間ぐらいですかね。室温で2倍になるまで発酵させましたと。触るとベタついちゃうから切ったところはこのをつけて10分ぐらい置きます。でその間にスポンジ型に油を塗っておきます。ココナッツオイルを塗っておきます。余ったオイルは、まあ、恒例のハンドクリームにでもしてにゃーつるつる。10分じゃなくてだいたい5分経ったのでが柔らかくて手にくっつきやすいので気をつけて、よいしょ、よいしょ、よいしょ。まあこんな感じでもう一度濡れ布巾をかけて倍の大きさになるまで膨らまします。二次発酵、いってらっしゃい。わっ、発酵しすぎちゃったけど、まあ、いっか。ではこのまま焼きに行きます。できます。カリカリで中がしっとりふわふわ。ちょっと食べてみようかな。ちょっと熱々だから美味しいかどうか。うん、うん、外パリ中ふわ、おいしい。で大豆プロテインを朝飲むの冷たいからパンと一緒に食べれるってやつですね。
おはようございます。翌朝です。ふわふわのままです。肩の周りに塗ったココナッツオイルのおかげか、この周りの硬いところが、なんだろう、まろやかな味がして美味しい。昨日残った半分バナナ